どうも、チューバーチャンネル TV、カミヤンです。今回も、トロイ輸送、続き、やっていきたいと思います。さあ、ストーリーモード。前回は、オデュッセウスで、進行クリアいたしまして、今回こちら、避難。ギリシャ軍の先鋒がトロイ城に迫ってきた。突如現れた侵略者から、罪なき市民を守るため、トロイの王子にして最大の英雄ヘクトルが出陣する。はい、決定。戦闘開始。さて、ここからの話だが、ヘレネが自ら夫を捨てたという者もいれば、パリスが強引に誘拐したのだという者もいる。真実は永遠にわからない。君への愛を思い出に閉じ込められた。一緒にトロイへ行こう。ヘレネとパリスの話はまた次の機会にして、まずは最愛の妃を奪われてしまったメネラオスについて話すとしよう。報復を望むメネラオスを誰が非難できるか。激怒したメネラオスはギリシャの王たちに戦利品を約束し、カッサの誓いを果たすよう求めた。ここにメネラオスの兄でミュケナイの王アガメムノンの指揮のもと、かつてないほどの強大な軍隊が一斉にトロイへと出航したのだ。トロイの城壁はギリシャ軍の前にそびえ立ち、戦争は簡単には終わらないだろうことを予感させた。難攻不落な城壁に逃げ込んだ者は守られる。だが城外に残された者は無残な死を迎えるか、絶望の中で奴隷としての一生を送るかのどちらかだ。トロイ兵は反撃した。故国、家族、そして王を守るべく城門を飛び出した。プリアモス王の偉大な息子ヘクトルのような英雄に仕える時、兵士たちの体には荒々しい血がたぎる。未だ城壁の外にいる者たちを助けるため、兵士たちを率いているのはそのヘクトルだった。さあ、重そうな盾を持っているヘクトル。さあ、今回はこの人を使うみたいですね。おお。神よ、どうかお救いください。城門の中に入れ、急げ。ヘクトル、城外にまだ市民がいる。デリボホス、トロイ市民の救出。おお、強えな。抵抗するとは悪いやつだ。さあ、シミス42人。どこにいるか、こんな敵がよくわからんぞ。
34人貴様らまだ残っているぞ。
アリスは恥ずべき過ちを犯したが、それでも私たちの弟だ。守ってやるべきだと思う。
どちらにしろ父上はパリスの望みを聞き入れ、あの女を返すまい。俺たちは父上に従うしかない。油断するなよ、ヘクトル。奴は勇猛でならすミュルミドンの戦士だ。トロイの妹、パトロクロス、あの恥知らずの兄というわけだ。パトロクロスの妹、次はそうはいかないぞ。パトロクロス撃破。トロイ州民の救出30人以上はダメだったか。チャプター選択で機難が選択可能になりました。アートギャラリーにアートワークが追加されました。チャレンジモードでヘクトルが選択可能になりました。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。